あなたが輝く魔法の宇宙口。時刻は6時を回りました。あなたが輝く魔法の宇宙口の時間です。ご案内は伊礼のりことペイチン悟る FP 崎山。はい、今日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ね、今日は日が高く上がってますね。そうですね。うん、昨日は冬至だったんですよね。冬至？はい、あ、失礼しました。夏至ではなくて。失礼しました。あ、もう一度アメリカは夏を通り越してもいいですか。さすがでした、のりかさん。はい、夏至だったんですけれども。はい、で今日は、はい、皆さん6月22日水曜日ですね。はい、旧暦では5月の18日です、はい、そして6期では仏滅ですね、うんうんうん、もう仏滅の、説明しなくていいと思いますけども、ただ、はい、仏滅の時には、仏事法事ごとには吉ということです ね、 そ, うですね、それだけ押さえてくださいね、うんうん、はい、今日22日っていうことで、はい、何かの日ですよね。6月22日、はい、6月っていうのは22日、崎山さん何か浮かぶことありますか。22日夫婦の日。あ、すごいですね。素晴らしい。はい、はい、ね、今日はいい夫婦の日ですよね。あ、そうですね、うんうん、あ、今日またギャラリーに、そうですね、FP 崎山さんのファンが来ております。ありがとうございます。はい、先日もですね、終わりの方に E メールいただきまして、そうでしたね。はい、マナーについてとても勉強してされ、はい、普天間のボーチラーさんですかね、はい、とてもありがたいメッセージでしたので、はい、また今日も頑張らせていただきます。そうです。そしてのりこさん見てください、今日は、西海岸、はい、東シナ海がすごいですね、水平線がとてもカラーっと晴れておりますね、まっすぐの水平線ですね、はい、今日は素敵なサンセット、そして、はい、テキーラサンライズのような、この夕焼け、はい、今日は見れるかもしれませんね。はい、そうですね。はい、はい、それではこの番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてくださいね、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。そしてさ、先週週末 FP 崎山さん、はい、先週の週末いかがでした。まあ、週末というかちょっとヤンバル巡りをしてきました。あ、素晴らしいですね、ヤンバル。お天気どうでした。あ、天気良かったです、はい、もう梅雨は明けてますからね、はい、僕はもう明けてると思ってなかったんですけどね、はいはいはい、いいですね、ヤンバルまでドライブ、朝から行ってきっと先、はい、前の日まで雨でしたよね。そうです、はい、あ、素晴らしい、すごいですね、もう自然を感じてきました。スーマンボスからカーチーベイに変わって、はい、そして気になるのが、うん、やはりドライブというのは誰と行くかですけども、はい、誰と行ったんでしょうかね、はい、もちろんね、もちろん、はい、パートナーと、そうですね、はい、いいですね、夫婦で行ってきました。パートナーと、はい、男性じゃないですよね、女性です、ね、女性ですよね、はい、フェチさん男性と行きそうですね。いやいやいや、はいはい、まあ、奥さんは女なんで、女、はいはい、いいですね、はい、今日はいい夫婦の日、はい、女性なので、いい夫婦の日ということですね、うん、はい、なんかいい夫婦の日何かありますか、アドバイス。
どんなことすればいいんですか。はい、やはりサーフーフーしてくださいっていうことですね。はい、はい、世の男性の方は奥さんを大事にするという日になってると思いますのでね。はい、ペチンさんもそうですかね。はい、アヌナと呼ぶぜ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、この番組は住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りします。それではここで一曲お届けします。 In the City by Eagle。 いいね。今日のテーマの原稿をいただいたものね。これね。はい、それでは、イーグルスのインザシティが今流れているんですけれども、恒例の絵本の読み聞かせをしたいと思います。はい、見えますか？はい。3匹のヤギのガラガラ丼というお話です。はい、アララガマサイガーさん聞いてますか。3匹のヤギのガラガラ丼。マーシャ・ブラウン絵、瀬田テイジ役。むかしむかし山奥に3匹のヤギが住んでいた。名前をみんなガラガラドン。ある時山の草場で太郎と山へ登っていきました。登る途中の谷川に橋があって、そこを渡らなければならないのです。橋の下には気味の悪い大きなトロールが住んでいました。グリグリ目玉は皿のよう、突き出た花はひっかき棒のようでした。さて、はじめに一番小さいヤギのガラガラドンが橋を渡りにやってきました。めめめ、めめめ、僕は小さいガラガラドン。山に太りに行くところ。ガタッコト、ガタッコトッと橋が鳴りました。誰だ、俺の橋をガタゴトさせるのは、とトロルが怒鳴りました。何、僕ですよ。一番小さいヤギのガラガラ丼です。山へ太りに行くところです。と、そのヤギはとても小さな声で言いました。よーし、貴様を人飲みにしてやろう。と、トロルが言いました。お願い、お願い、食べないで。僕はこんなに小さい。少し待てばやってくる2番目ヤギのガラガラ丼。僕よりずっと大きいよ。そんならとっととで行ってしまえ、とトロルは言いました。しばらくして2番目ヤギのガラガラ丼が橋を渡りにやってきました。ガタゴト、ガタゴトと橋が鳴りました。誰だ、俺の橋をガタゴトさせるのは、とトロルが言いました。僕は2番目ヤギのガラガラドン。山へ太りに行くところだ、とそのヤギは言いました。お前の、前のヤギほどは小さい声ではありません。よーし、貴様を人飲みにしてやるぞ、とトロルが言いました。うっと、食べないでおくれよ。少し待てば大きいヤギのガラガラドンがやってくる。僕よりもずっと大きいんだよ。そうか、そんならとっとと消え失せろ、とトロルが言いました。知恵もあります。はい、ところがその時もうやってきたのが大きいヤギのガラガラ丼。ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンゴトンと橋が鳴りました。あんまりヤギが重いので橋がきしんだりうなったりしたのです。一体全体何者だ、俺の橋をガタゴトさせるやつは、とトロルが怒鳴りました。俺だ、大きいヤギのガラガラ音だ、とヤギは言いました。それはひどくしゃがれたガラガラ声でした。よし、それでは人飲みにしてやるぞ、とトロルが怒鳴りました。さあ来い、こっちには2本の槍がある。これで目玉はでんぐり菓子。お前に大きな石も2つある。
肉も骨も粉々に含み抱くぞ、はい、ということでおしまい。あなたが輝く魔法のうといむちをお送りしております。このコーナーは暮らしのマナーやお付き合いのマナー、そして家庭教育からプロトコールまでをお送りしております。ご案内はイレイノリコとペイチンサトル FP 崎山、ギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りいたします。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowa.com です。皆さんよろしくお願いいたします。はい、のりこさんは忙しいですね。はい、うん、はい、先ほど曲が流れてありだずっと絵本を読んでおりましたね。そうだったんですよ。はい、なんか3匹の、はい、うん、ガラガラドンということで、ガラガラ、はい、今ですね、本日の読み聞かせ3匹のヤギのガラガラドンでね、出てます ね、ありがとうございます、はいはい、続きはですね、うんうん、またもう一曲イーグルス届けますのでね、あ、その時に、はい、その時にまた、あ、でももう最終だったんですけれども、はい、はい、ですね、はい、では今日のテーマですね、はい、今日のテーマはですね、はい、まあ、季節っていうことで、今ですね、郵便局には何かが置かれているんですけど、何が置かれていると思いますか。郵便局に置かれているもの、うんうん、分かりますよ、私、はい、はい、もうそろそろ、うん、織姫と彦星の、あ、そうですね、それもそうなんですけれども、はい、それではないですか、はい、郵便局でですね、今カモメールっていうことでですね、はい、初中見舞いのハガキがもう販売されていますね。あ、そうですか、うん、そうなんですよ、カモメールが今売られてるんですけども、はい、今日ですね、実はですね、ちょっと問い合わせがありまして、はい、初中見舞いはいつから出したらいいんですかっていう、問い合わせがあったんです。はいはい、うん、はい、ペイチンさんはいつから出したらいいんでしょうか、はい、っていうこと。初中見舞いと言いますと、うんうん、もうまず、はい、夏至に入った、夏至、はい、うんうん、夏至、はい、に入った時から、日本では出していいんじゃないですか。本当ですか、それ。違いますか。あ、違う通り、ですね、はい、まあ、ちょっと近いではあるんですけど、実はですね、はい、梅雨が明けてからっていうことになっておりまして、沖縄は梅雨明けましたけど、はいはい、内地ではまだ、でも本土の方は、はい、まだなんですよ。ですから、す、ね、沖縄県内同士でしたらもう初中見舞いを送っても大丈夫なんですけども、はい、県外は今もうまさに、そして梅雨前線ですからね、うん、そうですね、はい、ですから大体ですね、7月の中旬ぐらいから初中見舞いはがきを出していいということになっています。あ、いい勉強になりました、うんうんうん、はい、で立秋、あ、立秋までということで8月、立夏までじゃ、あ、立夏、ごめんなさい、今日ちょっと変ですね、立夏まで、ですね、うん、はい、までって、あ、立夏じゃないですよ、立夏じゃない、立秋ですよ、合ってます、合ってます、立秋、あ、はい、秋ですよ、は、秋立つ、はい、はい、秋立つまでは大丈夫で、8月の前半です、はい、でそれからは残暑見舞いになっていきますね、はい、はい、今びっくりしました、私も合ってましたね、はい、っていうことなので初中見舞い、ね、そろそろもうご準備なさってくださいっていう、ちょっとね、冒頭でちょっと、問い合わせがあったので、はい、また改めて私も、あ、そうだね、梅雨が明けてからだねっていうことで、はい、はい、確認でした。はい、それとですね、今日はですね、先日からね、お箸使いのお話をやろうやろうと思いながら、なかなかお箸使いに入れなかったので、はい、ね、今日はですね、そのお話をしていきたいんですけども、はい、私の講座では、あなたが輝く魔法のマナーレッスンっていう、講座とですね、ゆいまるおもてなし講座っていうのをやっているんですけども、そこでですね、お箸の使い方っていう、レッスンをしています。はい。うん。で、私たちは、日本人ですので、当たり前にお箸を使っていますけれども、でも、正式の場で使うお箸使いっていうのが、あるんですね、はい、うん、ですからそれをお伝えしてるんですけども、かねてからですね、生徒様からやはり実践しないとなかなか身につかないよねって、和食をいただきながら、そのマナーレッスンをしたいっていうお話があったんですね。でそれで今回ですね、7月7日
七夕の日にですね、七夕の宴っていう集いを計画しております。すごい、うんうん、すごいネーミングですね。はい、七夕の宴ということで ですね、はい、それで、懐石料理、合う席って言って懐石料理のお料理をいただきながら、実際ですねお箸使い のレッスンをしていきます。はい、うん、で、お箸ともう一つ和食には使わなきゃいけないものがあるんですね。使わなきゃいけないっていうよりも、はい、使った方がいいものがあるんですけども、すごい美学ですよね。はい、ペチンさん何だと思いますか？はい、私はもう答え分かってますので、じゃあ崎山さんにお尋ねしたいと思います。はい、まあね、お食事するときにはもうお箸、和食ではお箸を食べますよね。カトラリーは使わないですよね。はい、うん、お箸ともう一つ使わないといけないものがあるんですよ。それ何だと思いますか？開始。お、すごいですね。すごいですね。お、すごいですね。お勉強してきたんですね。はい、はい。のりこ先生のマナーですね、受けましたので。ああ、すごいですね。ありがとうございます。はいはい、そうなんですね。はい、崎山さんも、時々ですね、はい、はい、受けてくださっていて、はい、開始っていうのがあります。それは、懐しって書くんですけど、今ちょっとですね、ごめんなさい、ちょっと私、ちょっと、雲がかれ。いいぞ、はい、取ってください。はい、この開始っていうのが、懐に、はい、隠すんじゃないですか。懐に身につけて、はい、そうですね、持ち歩くものですね。今ちょっとですね、ネットでご覧の方はこういうのがあるんですね。これをですね、懐にですね、以前はお着物でしたので、こちらに忍ばせていて、それを使いながらお食事をするっていうことなんですね。はい、今回の七夕の宴では、お箸使いと、懐紙の使い方をですね、ちょっとレッスンしながら、楽しみましょう、はい、っていうことを計画してるんですよ。なんか七夕の宴のフライヤーもあったんじゃないですか。はい、ありますよ。こういうのですね、こういうの、はい、フライヤーもちょっと見せてください。はい、はい、FM ギノワンの方にも置かれているんですけれども、はい、これがですね、季節を感じ、旬を味わい、食文化を奏でるのメデルですね。メデルですね。はい、はい、箸使いに始まって箸使いに終わると言われているのが和食のいただき方です。で、本、和食のいただき方エクセレントセミナーなんですけれども、本セミナーでは五節句の一つ七夕の意味を知り、和食のいただき方の基礎を学びます。季節を感じ、旬な食材を思う存分堪能し、食文化を奏でましょうということを、めでましょうということなんですけども、はい、はい、そういうことをですね、お話しさせていただきます。はい、講座はですね、和食のマナーがですね、トークがありまして、箸使い、懐紙の使い方の指導をしていきますので、よろしくお願いします。それでですね、お箸使いのことなんですけれども、実はですね、やっちゃいけないマナーっていうのがあるんですよ。嫌い箸っていうのがあるんですけども、一番最初に浮かぶのは何だと思いますか？やっちゃいけないの。じゃあペッシンさんから。はい、もう私分かりますのでね、FP 崎山さんの方にね、はいはい、どんどん説明、はい、質問してみてください。お箸で、はい、やっちゃいけないものがあるんですけども、はい、よくやるのがありますね。はい、刺し食べるとか。そうですね、刺し箸、はいはい、はい、その刺し箸もですね、刺してもダメですよ、ね、そうなんです、そうなんですよ、はい、お相手にですね、お箸先を向けちゃいけないっていうのがありますね。これもやっちゃいけないマナーの一つになって いるんですね。あとは、はい、自分が持ってますよね、はい、で人にこう分けるときにお箸とお箸で渡したり、箸渡しですね、はい、それどうしてだと思いますか？多分、はい、全然話違うんですけど、はい、遺骨とかをお箸でやります、ね、はい、そうなんですよ、はいはい、ですかね、そう、ピンポンです。ありがとうございます。遺骨、ね、お骨、はい、なんていうんですか、仮装したときに、ね、はい、お箸とお箸で、その骨するときに、はい、こうお箸で渡していくのでっていうことで、はい、これはいけないですよっていうことになっているんですね、うん、それからですね、またですね、先ほどもお箸を刺したりとかっていうことと、それとどれを食べようかなって迷うこと、迷い箸もいけないって言われてますね。それから、箸を舐める、眠り箸、うん、人の前でですね、もうこうやってなんていう、口の中でこう
あまり見たことないですよね、うんうん、そういう人もやっぱり中にいるので、こうする、はいはいはい、もう、ね、もちろん納豆とかじゃなくて、そうですね、はい、あの小さな子でしたら、はい、もちろんあのちょっとご飯粒がついてると、はい、こうやってね、こうやって、うん、なんていうんですか、取ったりするんですけども、うんうん、あの箸先を舐め回す人がいるらしいんですね、あ、うんうん、中にはね、はい、ですからそれもいけないよっていうことで、うん、よろしくないんですね。でよく私たちがやっちゃうのが、うん、あのお茶碗にそのまま横にこう置きますよね、はい、なんて言ったらいいんだ、箸置きじゃなくて、箸置きじゃなくて器にこう、うん、上に乗せますね、乗せる、あれも良くないって言われていて、うん、いや、あ、これは正式な場でですよ、はい、正式な場にはやはりあの箸置きとか、うん、あのお箸包みで自分でお箸置きを作ってあの使いましょうっていうのがあります。それとですね、涙橋ってご存知ですか。涙が、涙橋、涙ポタポタ垂れるのが涙ですよね。すごいマダンバチじゃなくて涙の、はいはい、咲いてますね、あの、はい、ポタポタ垂れるのが涙じゃないですか。涙ってポタポタ垂れますよね、うん、それでそうなんですよ。例えば煮物をいただくときに、はい、あのこうなんていうんですかね、ちょっと垂らして、うん、垂らして、はい、あ、いいですね、垂らす、うん、垂らす、そうですよ、はい、ポタポタ垂らすので涙橋っていうことで、はい、じゃあどうしたら食べていい、どうしたら食べていいのっていうことになりますね、うん、その時に返しが、うん、こう登場してくるんですね。返しですね、下位派、はい、すごいですね。で、下位涙箸にならないようにポタポタ垂れた時にこういうのにこう返しにですね、はい、受け取る。あ、これ受け取っていいんですか。あ、大丈夫です。あの、はいはい、結構ですね、あの、はい、中にはですね、あの手皿でよく召し上がる方いらっしゃいますね、はいはい、別あの悪くはないんですけども、手皿でやった時にまた涙箸でポタポタ垂れた場合、うん、じゃあこの手が汚れちゃいますね、はい、ですから未然にそれをあの防ぐために返しを使いましょうっていうのが、うん、あの綺麗な作法になりますね、うん、それとかやはりお魚であったり、あの、まあ、いろんなのがあった時手でこう押さえていただくとまた手が汚れちゃいますね、はい、それで返しでこう押さえていただくと召し上がるとあの、まあ、綺麗ですよね。で、先だってちょっと和食いただいたときに、あの、なんだっけ、貝が出てきてたんですね、巻貝が。で、それもですね、あの、こう、なんていうんですか、返しで押さえていただくと手が汚れないですよね。うん、そういうとか、いろいろ使い勝手がすごくあるのが返しです。で、お箸ともう返しっていうのが本当にセットになっていますので、あの、7月7日の七夕の宴の方で、あのこういうことを皆さんと一緒にあの共有しながら、楽しい集い にするように私も今計画中ですので、ぜひ皆さんお越しいただくといいなと思います。で、ちょっとねこちらでじゃあどこでやるのっていうことなんですけれども、北中城村の、小高い山の上の、うん、コスタビスタ沖縄の地下のですね、VIP ルームがございますので、そちらでやります。で、料金はですね、お食事と、お土産付きですので8000円になります。はい、ちょっとお高いのか、それはね、皆さん基準が違いますけど、全然高くないと私は思ってます。で、先だってあのちょっと懐石料理をいただきながら、じゃあこういうメニューにした方がいいねっていうことで、ちょっとあの和食の板前さんとあの相談してきたんですけども、すごく素晴らしいお料理を今工夫なさってますので、あのお土産もつけるし、お食事もいただけるし、プラス、マナーレッスンができるっていうことですので、ぜひあの関心のある方はお問い合わせください。お問い合わせはですね、家庭教育アカデミー沖縄 090-9787-1451 伊礼のりこまでよろしくお願いします。それと、ホームページがですね、ヒトップなんていうの、 HTTP コロンスラッシュスラッシュ KORINO コリノですね、.com インフォ
になっています。慰霊のりこで検索するとホームページが閲覧できるようになっています。そちらにお問い合わせいただけるとありがたいですね。はい。っていうことなんですけども、はい、お箸について何か質問がありますか？はい、私がですね、好きな BS の、はい、とある番組がありますけども、うんうん、酒場放浪記。はい。はい、その、ナビゲーターの吉田美さんはマイ箸を持ってるんですけども、このマイ箸を持つというのはいいことなんでしょうかね。エコにもなるし、沖縄のお箸って本来は黄色と赤のお箸ですよね。で、沖縄はですね、使い回しが当たり前ですよね。家族でマイ箸、このお箸は自分のお箸をっていう習慣がきっとないと思います。うん、共有、家族では共有する。っていうのがほとんど家庭ではあると思うんですね。ですけれども本土の方は前箸が当たり前だそうです。家族であっても、はい、なんて言うんですか、使い回しはしないっていう風習があるんですよ。ですから、酒場放浪記の方も、はい、吉田さんも前箸を持ってると思います。じゃあこの七夕の宴に前箸を持ってきても、うんうん、はいはい、構わないですよ。で、それはなぜかというと、やはり箸先には神様が宿るっていうことで、自分の神様は自分ですっていうこともあると思いますね。うん、はい、それで使い回しをせずにっていうことなんですけども、でも公共の場では割り箸とかちゃんとセッティングされてるので、それを使い、はいになってもいいんじゃないかなと思いますね。はい、わかりました、うん、それではのりこさん、はい、時間となりましたのでね、はい、はい、リスナーの皆さん、うん、七夕の宴、はい、7月7日ですね、七夕の日に、はい、でそれでですね、はい、ちょっとこちらでですね、お越しいただいた方なんですけども、抽選でですね、はい、コスタビスタの沖縄のランチ券とスパが当たりますので、はい、はい、これはどのようにすればよろしいですか？ですね、いえいえ、お越しいただいた時に抽選をして、はい、プレゼントをさせていただきますので、参加した方のみがエントリーできるということですね。はい、そうです、そうです、はい、わかりました。はい、リスナーの皆さんぜひ参加してくださいね。はいはい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあここで、うん、CM 入ります。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、まず開けましょう。おお、来ましたね。うん、開けそうですね。あなたが輝く魔法のうといむちをお送りしております。はい、さい、ラジオシオミセールグスーヨーチューガナビラペイチンサトルのスルティアシバナカタティアシバナシマクトワの時間なといびん東西時間に許すかじりマジュンシマクトワチカティ華やかち歌見せえびりさい。このコーナーではラジオをお聞きの皆様と一緒にシマクトゥバを学ぶコーナーです。皆さん一緒に楽しみながら学んでいきましょう。ご案内はペイチンサトルと慰霊のりこ FP 崎山宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りいたします。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、どうぞ、はい、今日も行きましょうね。はい、お願いします。はい、今日はですね、よくうちなの沖縄の人たちがですね、日頃から使うようなクガニ言葉をですね、紹介していきたいと思います。これはよく使うと思いますね。はい、いきますよ。どうせ、はい、イチャビンド、うん、はい、慌てる中うちちき、慌てる中うちちき、ベチーさん私に言ってますよね。はい、はい、慌てる中うちちき、これはもう FP 崎山さんよく使ってるんじゃないですか。慌てる中うちちき、これは方言
ですかね。はい、はい、うちな口だと慌てる中をティチキ、うん、もうね急ぐなよということですよね。そうですよね、はいはい、あのやっぱり落ち着きなさい、慌てていても落ち着きなさいっていうことですよ、ね、うん、はい、これはもうよくあの皆さん、うん、急がば回れですから、うん、せいてはことを子孫じるっていうことがありますので、急いでいる時こそ冷静に落ち着いて行動しなさいということです、はいはい、よく言いますよね。よく私言われています、はい、あの例えば仕事が忙しくなった時、息する暇ねえなさ息しないと、息する暇ねえな、はい、息しないと生きていけないですよね。はい、はい、本当にそういったことです。あの忙しい時ほど冷静に落ち着いて行動しなさいと。忙しいっていうのはいろんな瞬時にですね、一瞬にいろんなたくさんのことで抱えてしまって、うん、ね、整理しない間に搭載チャーのとこやなチャースがやって、そうなんですよ、はい、次々いろんなことがねやってきますからね、はい、その時に、はい、冷静に落ち着くっていうのはもう、1分ぐらいでもいいですね、落ち着いて、考えていくと、はい、これが慌てる中を引き、うん、ということですね、ちょっと打ち当たりしているんですけども、はい、私はで、はい、これもありますね次、うん、これもですねよくあのおちな人たちよく使いますよ。いいようぬあれ父よんあん、うん、いいようぬあれ父よんあん、なんか聞こ言い方があればじゃないですね、なんだろうね、はい、もうその案ですよね。うん、例えばこれはいいようぬあれ父かたんさと、うん、いいよなれ父かたんさと、これはもう言い方が良ければ聞く方だって感情的にならなくなるものだと。うーん、まあ、類語では物もいいようで角が立つと、はいはい、これは特にあのうちなんちはですね、この言葉人知形、はい、シーラクあの口からルインド、なんか売り言葉に買い言葉みたいな感じですか。そうなんですね、 ちゃんとこうね、はい、感情的にならなければお相手様も感情的になりませんよ。そうなんです、ということですね、はい、要するにこと、言い方が良ければ聞く方も感情的にならないということは、やはり発信する側ですね、対相手のことを考えて、うん、ね、相手のことを考えて言葉を選んで使うと、はい、そうですね、言葉人知形ですね、うんうん、はい、これはもうぜひ覚えてくださいね。そうですよね、あのいつもやはりお相手があってこそね、コミュニケーションって取れますので、はい、そういうことですね、はい、言い方を気をつけなきゃいけないということですね、はい、それともよく使いますね、いちゃりばちょうで、いちゃりばちょうで、はい、はい、これはあの英語では We met by chance, brothers and sisters、うん、We met by chance, brothers and sisters とも言います、はい、これぐらい有名になってますね、うん、いちゃりばちょうで、はい、これも分かります ね、 ね、やはり FP 先山さんね、あら、人類みな兄弟、あ、素晴らしい、かなりスケールが多くなりましたね、そうですよね、出会った人はみんな兄弟のようだっていうことでね、うちなんちはそうですよね、あの、ね、みんなも兄弟だよねっていうことでね、そうですよね、ペイチンさんね、はい、これはなかなかできないですよ、はい、もう一度縁あって、縁あって出会った人は自分の親兄弟のように接しなさいと、なかなかできることじゃないですよね。そうですね、いちゃりばちょうで、はい、これがでもとてもいい言葉ですよね、うん、あの本当に、なんていうんですか、平和を訴えてるなって、この短い言葉にですね、あのみんな兄弟だよって、ね、言いますよね。そうですね、もうこれはもう まさしくあの内地から沖縄に来た方々には教えたい、そうですよね、一緒だよ、ね、世界みんな兄弟だよっていうことですね、いちゃりばちょうで、そして命と宝、この2つはもうぜひ、そうですね、はい、そうなんですけどね、私が最初に教えるのはですね、ガジャンカイクーラッタン、これが多いですねあ、本土から来る、ね、いらっしゃってる方ですよね、はい、この時期になると、はい、ガジャンカイクーラッタンっていうのが、与那嶺さん分かりますか、ガジャンカイクーラッタンって、お若いので、ガジャンはカですよね、クーラッタン、缶に刺されるってことですか。ピンポン、素晴らしい素晴らしい、はい、もう夏はもうないですよ ね、 もうそろそろ内地の方が一番驚くのは、うん、その蚊ですね、うん、あのもうねそろそろ蚊が発生していて、はい、あの蚊取り線香、ね、あの香りいいですよね、あのもう私も早速使ってますけれども、うんうん、蚊取り線香、例えばナイチャーホームステイで、大学の娘が連れてきて、2泊3日ぐらいさせました。そしたら朝、うん、よく眠れましたかって聞いたときに、うん、そういったことがあるだろうと思って前もってガジャンカイクーラッタンっていうのをこう教えておくんですね、ガジャンカイクーラッタン、会話をね、はい、そういうふうに答えなさいね、うん、っていうことで、そうですね、意味わからなくても、うん、ガジャンカイクーラッタンと覚えておきなさいと、うん、違う使い方したらどうするんですかね、どんなんですかね、
いやなんかね、蚊にも刺されていないのにクーラッタンって言ったりするんですかね。まあ、それはないですけどね、まあ一つの会話の円滑油としてですね、はい、それともう一つこれもよく使いますね、海立ちどいいひ、海立ちどいいひ、分かった、はい、思い立ったら吉日、あ素晴らしいですね、あなんかこれは分かりました、うんうん、これがやっぱりうちのあの空間の言葉にもあるわけですよ、はいはい、海立ちどいいひやんどと、あ海立ちどいいひ、はい、はい、思い立ったらすぐ実行する、うんうん、しなさいよと、ああそうですよね、思い立ったが吉日だよと、うんうん、海立ちどいいひ、なんかすごい、うん、いいですよね、柔らかい、海立ちどいいひ、なんか柔らかいですよね、はい、うん、素敵な言い回しですね、これですね、海立ちどいいひ、海にもあるんですね、はい、あるんですね、行動力、はい、すごい、もうそれしかないですね、そうですよね、うん、もうあのだから、うん、沖縄って否定しないんですよね、沖縄の言葉って、だから、うん、あのなんて行動することはとにかくいい日だよって、うん、なんかこういうことをやっちゃいけないよんじゃなくて、もういい日だよ ね、 ね、いいですね、運上待ちエビがマーケティングでも、ですよ、マーケティングでも、うん、ね、いい表現ですよね、あんまり悩んでるともう時代が終わってしまいました、ね、うん、人生がね、はいはい、人生が終わってしまう、人生が終わってしまう、商品の人生が終わっちゃう、あ、ね、はいはい、消費期限が、はい、消費、はい、期限あって、はい、行動力、行動力ですね、ですね、はい、そう一番大事、一番大切なものですね、でもそれを否定じゃなくて、うん、いい日だよって言ってるんですね、はい、うん、じゃあ今日はですね4つ、はい、ね、一緒に、しまくとはちかちかて勉強しましたけど、はい、もう一度いきましょうね、うんうんうん、アワティの中をティチキ、アワティの中をティチキ、これはあのあれ違いますね、場所によって、はいはい、アワティの中をティチキとか言いますけどね、はい、アワティの中をティチキ、うん、急いでるときこそ冷静に落ち着きなさいよ、はい、これは特にです、ね、FE 竹山さんが応援している営業マンの方々、うん、ね、なかなか契約が取れない、うん、で悩んでる時に、うん、どうしよう、うん、今、会社戻ったら部長に怒鳴られる、社長に怒鳴られる、うん、ということで、うん、闇雲に営業始めますけど、うん、そうじゃないんですね、うん、何か原因があるんです、うん、理由が、でも急いでる時って失敗も多いですよね、多いですね、うん、あのですからまず第一印象が良くないです、うん、はい、そうですね、うん、表情に出てしまう、のりこさんの専門、はい、2秒から7秒ぐらいだろう、はい、本当そうなんですよ、ね、急いでる時って髪は乱れて、うん、汗はかいてる、うん、シャツは尻尾が出てる、うん、これではあの第一印象良くないですね、良くないですね、はい、3秒、はい、うん、ですからまず2秒から7秒、2秒ずる、はい、慌てる時にはもうまず身なりからしっかりとね、はいはい、冷静に落ち着いてください、はい、ってことですね、そういうことですね、はい、でそしていい用のあれ一四朝、うん、でイチャリバチョウデ、はい、海立ちどいいひ、今日はこの4つでしたね、はい、さあ今日も時間となりましたので、また来週、はい、また来週クーガニクとは勉強していきましょうね、よろしくお願いいたします、はい、じゃあここで1曲をお届けします、サントカフェ by イーゴちょうどですね、このイーグルスの曲サンドカフェがですね、今の夕暮れ時にぴったりですね、ペイキーさん、そうですね、ありがとうございます、はい、あ、いえ大丈夫です、はい、今ですね、ちょうど夕日がですね、水平線からに向かってね沈むところなんですけども、ちょうどいい感じで、まさしくこの曲は、ね、イーグルスファミリーが集まるカフェですね、うん、サンドカフェ、サンドカフェで昼からみんなビールでも飲もうぜ、イーグルスのファミリー、もちろんリンダ・ラシュタットもジャクソン・ブラウンも J.D. サーザー、その他イーグルスファミリーが集まる、気軽に集まるのがこのサートカフェ、その歌を歌ってるんですけど、実は先ほど私も、ひろきさんに言いましたけど、この FM ギノワンのこのギャラリー、まさしく私にとってはサートカフェです、うん、ね、はい、このギャラリーから見るこの西海岸、うん、今日サンセットがね、綺麗ですよね、とても綺麗ですね、はい、ちょっとね、雲がね、水平線もね、綺麗ですよね、雲もあの出ていて、見てください、水平線光ってないですか、光ってますね、あのでもちょうど今私たちがいる場所なんですけれども、あの木馬尾がちょうど沈むところがね、ちょうど木馬尾が邪魔してるので、崎山さん、あの木馬尾を切ってきた方がいいかな、しっかりと木馬王が、主張してますね、ね、あの、はい、いいですね
沖縄のイメージもまあありますよね。うん。ということです。サンセットビーチですね。今日ですね、もう梅雨が明けてね、暑かったんですけど、でも朝はですね、結構風がそよそよと吹いてたんですよ、今日朝。いいですね、で風がそよそよ。はいはい、そよ。で、昨日よりは今日暑くなかったんじゃないですか、どんなでしたかね。そうですね、今日風すごい通ってましたね。で、降水確率が 20% だったらしいんですね、今日。はい、そしたら朝雨降ってたんですよ。そうですね、降ってましたね。うん、だからやはりね、まあ、降らないところもあるかもしれないけど、今日ちょうど、まあ、ポツと降ったので、植物にとっては良かったんじゃないかなと思っていますね。いいですね。植物にとっても、はい、のりこさんにとっても、そうですね、良かったんじゃないですかね。はい、はい、はい。っていうことですね。スイート。おはようございます。中居ます。これクリックした方がいいな。サンセットの話したからオリオンビールじゃないか。ああ。ちょっと紹介してから。あと何分？あと何分ですか？あと何分ですか？音楽。あと30秒。じゃあ。ひろきさん、はい、じゃあマイクあります。時刻は6時40分を回りました。あなたが輝く魔法の音夢地をお送りしております。はい、リスナーの皆さん、ついにやってまいりましたね、 FP 崎山の分かりやすいマーケティングの時間になりました。ご案内はペイチンサトル、 FP 崎山、イレイノリコ、宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りします。はい、さて、FP 崎山さん、はい、先週は、ドラッガーの言葉、そうですね、企業の目的は、はい、顧客を創造することであるということが終わりましたけど、はい、さて今日は、はい、ね、今週はですね、はい、先週引き続いてどういったテーマになるんでしょうかね。その引き続きですね、はい、まあ、内容としてはマーケティングでベネフィットの話をやってきてますので、はい、はい、いいですね。まあ、もうちょっと違う観点からですね、はい、ベネフィットとリスクは相互関係にありますということで、リスクはウォンツになるよと。わあ、すごい。何っていうのかなって感じだと思うんですけど、はい、リスクはチャンスの女神だよって聞いたことあると思うんですよ。わあ、すごいですね。はい、それに、なんていうんですかね、マーケティング的な発想でですね、落とし込んでお話をしていきたいなと思います、ね。あ、楽しいですね。はい、なんかですね、今ちょっと勇気づけられました。いいですね、リスクは、はい、女神さん、あ、チャンス、はい、チャンスの女神。はい、皆さん覚えましょうね。はい、リスクはチャンスの女神だそうですよ。はい、なんかですね、はい、僕が言ったわけじゃないですけど、はい、ちょっと日々ですね、もうなんかこんなにリスクを抱えてって悩んだりするんですよ。だけどもそれは、チャンスの女神なんですね。はい、ありがたいですね。はい、この逆を言えばですね、はい、リスクをやらないとですね、企業は儲けないわけですね。リスクを犯さなければ成功なしということですね。はい、でそれはまあ、ちっちゃいリスクもあれば大きいリスクもあると思うんですね。はいはい、でそれ何を言ってるかというと、
企業とか商売人がリスクを負うということはですね、あのお客様から見ればウォンツなんですよ、欲しいものなんですね。あ、はいはいはい、でそれはあの固く言うとイノベーションって聞いたことありますか。はいはい、うん、よく最近、ね、聞きますね。これはあの進化しなさいとか、うんうん、あの改革とか、固く言えば、うん、技術革新とか、はいはい、あの例えば蕎麦屋さんで技術革新って言われてもですね、 あれですよね、だちっちゃなところとかあの目の届くところ、うん、それは例えば悪く、あ、分かりやすく言えばですね、発見とか発明って置き換えればイノベーションの意味が分かってくるんじゃないかなと思います。そうですね、そうですよね、はい、なんか技術革新って言ってもなんかピンってこないけど、はいね、発見とかっていうとね、はい、なんかロケット飛ばすみたいですよね、技術革新って言ったらそうですね、はい、ちっちゃなことからですね、はい、発見したり発明したり、うんうん、その時にあの感情が出ますよね、はい、あのやってる方も技術屋も、うんうん、商売の方もですね、発見した時とか発明した時にはワクワクとかうん、感動が生まれるじゃないですか、はいはいはい、そうですね、それと逆にお客様もそれをいただいた時には感動だったりワクワクが出てくるわけですね、うん、で前言ったようにあの欲しいものなんです、はい、あのかっこよく言えばウォンツなんですね。であの、まあ、復習になりますけど、あの、はい、宅急便ちょっとあのこだわってますけど、そうですね、はい、宅急便がですね、私あのすごいなっていつも思ってるもんですから、うんうん、ちょっと分かりやすく話せるかなと思ってですね、じゃあ企業はですね、宅急便を作った時にはじゃあリスクがどんなことがあったのか、でお客様が欲しいものに本当になってるのか、イノベーションが起きてるのかっていうのをですね、ちょっとだけ見ていきたいなと思います。あ、いいですね、いいですか。はい、はい、いいですね。今ちょっと前置きだったんですけど、はい、あのじゃあ宅急便のリスクは、うん、その企業にとってはですね、翌日配送っていうあの USP がございますよね、はい、それは時間の制約だったり店舗が足りない、成功事例がない、真似するものがない、すごいですね、大変じゃないですか、はい、これ全部リスクですよね、うん、はい、そうですよね、はい、初めましてね、はい、大変ですよね、うん、それがあの叶った場合はお客様にどういう感情が起きるかというと、ちっちゃい荷物も送れるんだとか、こんな安くやってくれるんだ、コストですね、ローコスト、翌日発送の速さっていうのは、例えばどうしても翌日にあの年次のもんとか、あのお中元とか明日までに送りたいとかっていうのがあるじゃないですか。ありますね。その時間の制約にですね、うん、とってもいいわけですね。1日2日で届くっていうことで、はい、でどっからでも送れる、自分の自宅から近く の, あ の, この配達をする集客所に行けばですね、まあ、どっからでも送れますよね、うん、で送れますね、どこでも受け取れる、はい、これ郵便局行かんでもいいじゃないですか、はいはい、自分の自宅に持ってきてもらえますから、その辺全部欲しいものですけど、裏を返せばこの宅急便はやっぱり他の企業より難儀してるわけですよ。そうですね、はい、リスクを負ってるわけですね、はいはいはい、でそれを差別化と言います、はい、あ、差別化出ましたね、はい、その差別化されてるかっていうのを注目することがお客様目線なんですね。で逆を言えばお客様が逆にこの企業宅急便というものを他の宅配便とか宅急便以外のものから注目してもらったということなんですね、うん、差別化されてるから注目されるんだということが、うん、あの言えるわけですね、うんうん、で、のりこさんからもよく質問されるんですけど、はい、新規開拓にどんな商売でもどんな企業でもですね、大企業でも、うん、零細でも全て新規開拓に悩んでるんですね、はい、ですから企業は CM したり、うん、いろんな広告宣伝したりしてるわけですね、うん、だからこれは新規開拓に悩んでることこそですね、はい、これどういうことかということは、既存のお客様以外に、うん、伝えていかないといけないっていうのが、あ、そうなんですよ、はい、それが ねなかなか難しくって、はい、難しいと思います、はい、それを大企業でも難しいわけです、はい、ですからリスクを負って、うん、やらないといけないっていうのがネックにあるわけですね、はい、うんうん、でそれを果たせばもう、はい、他にはないから売れるわけですよ、はいはい、新規開拓はっていうのはそういうものが、うんうん、ウォンツになってきて新しいお客様が喜んでくれますね、はい、で宅急便の中でもゴルファーがゴルフ宅急便ってあるんですけど、うん、はいはい、そこまで新しい商品作るとまた一定の新しい新規開拓をしたということになるわけですよね。ゴルファーさんが喜びますよね、はいはい、ね、はい、旅行行った時にも、はい、宅配で、
送ってその場所に送って、はい、帰りはそのまま自宅にっていう、ね、はい、そういうサービスがあるの今の時期だとまた、うん、あの宅急便っていうんですかね、三栄とか行って、はい、いろんな業者から選ぶと思いますけど、はい、もしこの、 あの冷たいものをですね、うん、クール宅急便というのが、はい、今他も出てきてますけど、はい、最初の頃はクール宅急便ではなかったと思うんですね。これ冷蔵庫をトラックにどんなして作るかとか、はい、どんなしたらあのなんていうんですかね、冷たいものを遠くの方に送れるかっていうのをすごい研究したみたいなんですね、うんうん、でも本当にお客様目線ですよね、はい、そうです、はい、あのね、でそれで、うん、あのまたこういったお客様のニーズを捉えてですね、はい、まあ、お客様から見たら欲しいものが宅急便だったっていうお話ですね、はいはい、でまあ、この、 あの業態はですね、まあ、いろいろあると思うんですよ、うん、はい、でその中であのやっぱりリスクっていう観点も見ながらですね、はい、あのベネフィットっていうのはリスクとの相互関係にありますよということを、うん、はい、分かっていただいたらいいですね、リスクはチャンスの女神、はい、そうです、はい、はい、それを考えると、うん、またやる気起こりますよね、はい、これ1分ぐらいまだあります、ありますよ、大丈夫ですよ、はい、あの私はあの建設業に携わってますので、はい、じゃあ、うん、あの建設業の業態もですね、うん、私が分かる範囲では私は平成3年から、まあ、25年間この業界でお世話になってるんですけど、はい、建設業って言ったらのりこさんやっぱり一言で言うと建物を作る会社と思いますよね、うん、そうで、はい、そうです、そうですよね、はい、作って、うん、建物を作る会社で、はい、その会社もたくさんあると思うんですけど、うん、考え方、はい、まずあのどんなことが時代的に起きたかというとですね、うん、あの家建てたりアパート建てたりっていうものはもう高額じゃないですか、はい、そしたら銀行さんとか、うんうん、まあ、いろいろ金融機関さんがいないとできないってことなんです。そうですね、なかなか現金持ってらっしゃる方少ないですからね、はい、ローンっていう知識がないとですね、うんうん、はい、今はお客様にいい提案できないわけですね、はいはい、どの金利がいいのか、今回の建物は、うん、まずあの駐車場をやるのか、うん、アパートを建てるのか住宅を建てるのか店舗を作るかってスタートしますけど、はい、うん、はい、それなりにあのやっぱり選んでですね、はい、金融機関も選ばない、うんうん、あの提案していくわけですね、はい、現金で作る人はいないですから、うん、で高額のものをローンでやっていきます、うん、でそうするとアパートでしたら、まあ、住宅もそうですけどライフプランとか言うんですけど、はい、収支計算書、あの家賃と支払いの計算とか、うんうん、はい、であとはあの税金の対策とか、はい、どうしても出てくるわけですね、経費の計算も、うん、ね、できればもうやはり安く、はい、ね、はい、金利が安く、そういったローンの知識から建設業はスタートして、またあのこういった付加価値、他あの差別化をするために収支計算とか税金の勉強をしていったわけですね、うんうん、であとはまあ今よく多いのがあの相続対策ですね、はい、相続税、ね、はい、かかったりしますよね、はいはい、うん、去年からまた相続税の方もですね、はい、累進課税がちょっと高くなってきてますので、まあ、割とあのニーズのある話ではあるんですね、はい、財産地主さんですね、うんうんうん、ですからあの設計施工管理っていうあの業態があるんですけどね、うん、そういったように建設業も進化してるんですね、実はこの20年ぐらいで、はい、うんうん、はい、これがあの、まあ、先ほど言ったあの発見発明だったり技術革新イノベーションっていう、まあ、それはあの基本にはウォンツがあってリスクを犯しながら企業というのはイノベーションしていくっていう、うん、まあ、つながってるわけですね、はい、はい、まあ、建設業もただ建設建物を作るのは本業なんですけどね、うん、大事なところなんですけど、うん、あのプラスアルファ、はい、はい、ローンの知識から学んでいくっていうのも付加価値ですよということをちょっと言いたかった、はい、なんかね、あの隠れてるものですよね、これ表に見えないものでね、はい、そうですね、あ、はい、そういうところも方向付けしてるんだなって、はい、そうですね、なんか今日、あ、はい、そうだったなって思いましたね、まあ、ちっちゃいリスクでいいと思いますね、はい、うん、大きいリスクを犯すと会社が左右される、経営に左右されるリスクを負っちゃいけないんですけどね、うんうん、はい、ということは若い人間、これからの営業マンとかあの企業になりたいという方も多少リスクを犯してですね、失敗を逆に恐れないということなんですよ、はい、あの企業が潰れたら大変ですけどね、リスクを犯して、うん、まあ、それをあの上司に説得できるぐらいの、はい、あの理論を持ってですね、失敗を恐れないで営業マン頑張ってほしいですね、はい、はい、じゃあちょっと私も今ちょっとリスクをちょっと抱えたりしてるんですけども、はい、うん、それいいこと、チャンスの女神、
そうなんです、はい、チャンスの女神と思ったらいいんですね。裏には女神がいるんです。はい、いいですね。今日はとても大きな音楽がいいですね、はい、いいですね。ちょうどね今ね、はい、音楽があの流れてきましたけども、はい、サンセットが、ね、そうですね、うん、とても綺麗になって今、はい、あ美しいですね、はい、あの太陽が、はい、今日はまたすごかったですね、はい、ピッチーさん今日なんか黙ってたんですけど、いやいや大丈夫ですか。いや、はい、今日はもう聞いてました。のりこさんが一生懸命勉強してますからね。あ、いや、はい、あのですね、僕も勉強してますね、はい、メッセージ来ています。あ、じゃあ紹介してください、はい、ですね、中井雅宏って書いてあるんですけども、はいはい、おはようございます、はい、おはようございます、ということですね、はい、あの先ほどきっとですね、あのサンセットの話、夕日の話とかしたので、うん、それでだと思うんですけど、オリオンビールって書いてあるんですよ、うん、飲みたくなりましたね。いいですね、はい、なんかね、ちょうどね、サッドカフェでもね、オリオンビール出してくれたらいいですね、はい、ですね、ね、ひろきさんね、あの FM 二の輪の上、ね、もうあのビアガーデン始まってるんですか。お店があるんですか、はい、ね、お店がビアガーデン、ビアガーデンがあるんですよね、うん、はい、ぜひ皆さんも店員がいて、そうです、いると思いますよ、はい、あのセーフじゃないと思いますよ、はい、ですからね、はい、あのちょうどこちらの景色もよろしいですの で、 そうです、ね、FM ギノワに遊びに来ながら、はい、上のビアガーデンにもお越しください。はい、今日はあの FE 崎山の分かりやすいマーケティング、はい、ありがとうございました、はい、今日はもうすごい分かりやすく、はい、のりこさんが非常にいい勉強できたんじゃないかな。そう、もうリスクは女神ということで、はい、そうですね、とてもありがたいですね、はい、女神は前髪、うん、前髪しか引っ張らないですよね。そうですね、女神、女神ということは、チャンスが来たら飛びつかない限りはもう後ろ髪引っ張りませんので、七夕も女神様が待ってますので、はい、そうですよね、女神いいね、織姫様、はい、そうですね、はいはい、まだね、はい、数名あの頑張ってください、はい、そうですね、はい、受付しておりますので、はい、ぜひ七夕の宴もお申し込みいただけるといいですね。はい、そるつもりでございますよ。7月7日は、はい、うん、もうできたら FE 崎山さんも一緒に、はい、ね、一緒に織姫と彦星、ね、はい、自分はあの誕生日なんですよ。あ、そうなんですか。セブンセブン、冗談です、冗談。じゃあですね、もし誕生日だったらね、大好きな数字ですからね。あ、そうでした、はい、はい、じゃ あ、 あのきっと当たると思いますよ、はい、抽選が、はい、抽選で FE 崎山もペイチンも、はい、じゃあ参加したりしますんでね、はい、ありがとうございます、はい、ま、 まだ募集っていうか受付しておりますので、あの伊礼のりこの方まで0909787-1451までお申し込みください。はい、この番組は住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りしました。今日どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、また来週、また来週お待ちしております。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。はい、